とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も地球防衛軍をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、効率的な武器ブラザー集めの場所をやりたいと思います。俺のおすすめはストーリー42番、海生物退治の専門家、ここをおすすめします。2体倒すだけでクエストが終わりなので、サクッと終わらせることができます。ただ HP は結構高めなので、このブラザーを入れていくとかなり早くいけます。俺のおすすめはこいつ、こいつのねアビリティ、トラップ、爆弾を置くんだけども、それがかなりダメージを、与えれるので、こいつをおすすめします。まあとりあえず行くね。それでは行くね。やり方としては、まあ高機動のキャラクターで近づいて、でキャラチェンジで爆弾を置く、この戦い方ね。これだけで、倒せます。まあとりあえず1体倒すとスペシャルがたまるの で、 でその後砲撃を撃てば、まあ大体勝てる。やられた、やられてしまった、まあ、こういうこともあります。基本的には高機動のやつで近づいて爆弾、まあ本当これだけだよね。簡単に1体は沈めることができるので、やってみてください。おっと、危ねえ、若干食らったか。やっぱね、最大難易度なんでダメージは食らうよ。よっしゃ、逃げろ。この爆弾のね、爆風に当たっちゃうとまあ即死するんで注意してください。あー危ねえ、どこにいる。ああ、バルガがね途中で出てくるんで、その時に視点がね変わるのよ。そこの視点変わるところで死ぬこともあるので、まあ若干注意して見てみてください。よし、もうちょっとかな。あー、ミスったミスった、やばいやばい。 OK、 あぶねー、死ぬとこ死ぬとこ。よし、離脱します。でこれで倒せるかな。もう、あ、倒した倒した倒したね。倒したらスペシャルがたまるので、あとはそのスペシャルの砲撃を当ててしまえば勝ちです。このでかいやつにはね、ほんと砲撃のダメージが半端じゃない。やべやべやべ、これ死ぬ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 、あぶねえ。で倒す前に、ブラザーを助けに行きましょう。倒し終わった後で助けようとしても2体ぐらいしかね救助できないので、倒す前に、救助しましょう。2体残ってる時に行っちゃうとさすがにちょっと分が悪くなるんで、まあ1体倒した後に動き出した方がいいね。じゃあ、あと2体でバルガに乗ってもいいけど、俺は乗らないかな。まあどうしてもピンチになった時とかは乗るけどね、どうしてもピンチの時は乗るけど、基本的には乗りません。 OK、 でこいつにね砲撃当てるのちょっと難しいんだよね。よし、これで爆弾を置いて、これで敵が回避行動を取るんだ、あ、取らないということはブレスを打ったからそのまんま当てれるっぽいな。じゃあ食らえー、じゃあ、あーでも仕留めきれなかったか、仕留めきれない。あー、ちょっと仕留めるまではいかなかったですね。2発ね砲撃が入れば
確実に倒せるんだけど、ちょっと入らなかった。あ、逃げれない。これはピンチだぞ。危ねえ。離脱。あと1回ぐらいか。あと1回ぐらい爆弾を当てれば多分倒せる。くらい。あー、避けられた。避けられちゃったけども大丈夫だよ。こんなところに俺がいたんで、よし、大丈夫、当たる。じゃあ倒しました。まあそんなに時間もかからないよね。そんな時間もかからず倒すことができます。で、最大難易度のとこなんで、インフェルノかのとこなので、ブラザーは5体救出することができます。レベル4の武器もほんとポロポロ出るのでいい感じだね。まあどんな武器が出たのかチェックしてみましょう。まあ高速周回できるのでアーマーもどんどん増えていきます。どん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 増えていく。2万ぐらいまでは欲しいところだよね。2万ぐらいまではサッと上げたいところで、ブラザーは大概もう俺持ってるので、うん、あとはレベル上げるだけか。おっしゃ、グレネードランチャーのレベル4が出ました。おっと、これも出たね。ダークフェンリル、いい感じ。お、またレベル4。こういう感じでレベル4がポロポロ出てきます。はい、ということで今日は効率的な武器ブラザー集めの場所やってみました。俺はインフェルノの時にやってるんだけども、ハーディストとかね、ハードでも俺ここを少し回ってました。ほんと簡単に倒せるし高速で行けるので超おすすめの場所です。やってみてください。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。